ゲストの皆さんの動画はいかがでしたか？アクセシビリティと一言で言っても人それぞれいろんな形があるんですね。ところで、研究所にはフェローシップ制度というものがあります。これはアクセシビリティの導入にあたって制度の狭間に落ちて支援を受けられない方に機器の購入や貸し出しのサポートなどを行っています。協賛いただいた方からのご寄付を活用しています。サポートが必要な方、ご寄付をくださる方、どちらも研究所までご連絡ください。詳しくは研究所のホームページをご覧ください。この3215のイベントは第2弾として自己紹介動画の続きをお送りする予定です。お楽しみに。